はいどうも、杉下東京作品のトールです。ということで今回なんですけども、ナイロンジャケットを使ったコーディネート紹介やっていきたいなって思っております。軽い羽織物ということで、薄手のねライトナイロンから厚手のナイロンジャケットまで様々なねアイテムを使ってコーディネート紹介していきたいなって思っております。まあ 90s スタイルっていうかね、ストリートっぽい格好したい方だったりとか、カジュアルっぽい格好が好きな方にはかなりねうってつけのアイテムでございますので、コーディネート参考にしていただけたらなと思います。2020年10月19日、今日が実はね僕がこのスリフトチャンネル始めて2年になりました。ありがとうございます。いつも皆さんご視聴いただきまして、まあ、いつも皆さんがね動画見てくださったり、コメントくださったりね、評価していただけたおかげでね、僕もここまで頑張ってこれたなって思ってます。はい、これからもね頑張りたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。ということで早速ねコーディネート紹介していきたいと思います。まあ、いつものように初心者の方でも取り入れやすいようなね着やすいコーディネートたちもメインでね紹介していきたいなって思っていますので、皆さんぜひ参考にしていただけたらなって思います。そして今回もね使うアイテム、ナイロンジャケットを含めていろんなトップスやパンツ紹介するんですけれども、杉下東京のオンラインショップにて掲載してるアイテムを使ってコーデ紹介しますので、もしも気になったアイテムがございましたら概要欄のリンクから商品ページへ飛んで、よかったらね見ていってください。はい、最初のコーディネートに着替えてきました。頼りになりそうなお兄ちゃんスタイルでございます。で、ワンコーディネート目はねかなりね配色としてもシンプルな色味を選んでおります。ベージュのチャップスラルフローレン、ラルフローレンのセカンドラインのブランドなんですけども、そのナイロンジャケットとコーデュロイパンツで、色味がねベージュと焦げ茶っていうことで、ここでまず統一感が出てんのかなっていうことで、こうなるとねインナーの色がかなり選びやすいです。で、中に着てるのが90年代チャンピオンリバースウィーブのフーディーになっております。リブもねビンビンに生きてるタイプで、90年代のリバースでブラックのフーディーって今ねないんですよね、玉数が。だからどんどんね市場価値って言って、こう値段がね相場が上がってきてるアイテムでございますので、古着屋さんでね見かけた際はね、欲しいんだったら早めに買った方がいいやつだと思います。もう1年後2年後にねさらに値段ガッて上がってきますから。これはもう、すいません、これよく見たらブラックじゃなくてダークネイビーだったんですけど、まあもうブラックのイメージで着てあげてもいいんじゃないかっていうぐらいダークなネイビーです。はい、次のコーディネートに着替えてきました。続いてもねまたチャップスになっちゃったんですけども、ブランドはラルフローレンチャップスで、オレンジのナイロンジャケットです。これね裏地がないタイプなんで、かなりね快適に羽織りやすいタイプになっております。で、中に着てるのがこれブルックスブラザーズっていうねブランドの、まあアメリカのね紳士ブランドでございます。それのチェックシャツ、ベージュ色なんで、このオレンジとベージュっていうね暖色同士での配色が綺麗になってるかなと思います。で、パンツがこれねデニムのスラックスですね。見た目はねもうデニムなんですけども、生地感としてはスラックスのようなね履きやすい感じになっております。デニムスラックス、まあナイロン使ったコーディネートもこういうねデニムを合わせるスタイルっていうのが一番ね90年代っぽいラフなスタイルになるのかなと思います。はい、次のコーディネートに着替えてきました。まず上に着てんのがコロンビアのアナロックパーカータイプのナイロンジャケットになっております。見ての通りねフルジップではなくてハーフボタンというかね、この胸元までしかボタンやジップがないタイプ、これはアナロックパーカーだったりねそういった呼び方をするんですけれども、それのボタンタイプになってます。コロンビアはねこのデザインのシリーズ結構出てるので、古着屋さんで探すと見つけやすいアイテムかなと思います。コロンビアスポーツウェアカンパニーっていうねロゴマーク付きっていうのも可愛らしくて、ポケットがねドラえもんポケット付きです。通称ドラポケ。見た目も可愛いし、このね機能性も豊かっていうことでね、これもかなり可愛いのかなと思います。で、こういうアナロックタイプのナイロンパーカーにはよくね裾部分にこういうドローコードがついていまして、これを絞ってあげると裾のねシルエットを変えてあげることができます、このように。はい、で、パンツねこれベージュのディッキーズのワークパンツになっております。で、これねダブルニーではないんですけど、この膝の裏側にねロゴマークがついているタイプになっております。で、ここにポケット収納、収納できる、収納できます、収納。まあネイビーとベージュの組み合わせっていうのは絶対外さない配色でございますので、困ったらこの2色覚えておくといいと思います。はい、次のコーディネートに着替えてきました。これね上が またちょっとこれコロンビアになっちゃったんですけど、マウンテンジャケットになっております。配色がねめちゃくちゃかっこいいですね。黄色に黒っていうね間違いのないかっこよさでございます。で、インナーがね抜け感出そうかなっていうことで、白のオーバーサイズのスウェットを着ています。黄色に白っていうね
こうなんか色味の調節をしたような配色っていうのがね、かなり綺麗に見えますので、おすすめでございます。でパンツがね、これも落ち着いた色を選ぼうっていうことで、カーキのねコージュロイパンツになっております。ちなみにこのコージュロイパンツちょっと特殊で、カーゴポケット付き、そうコージュロイカーゴパンツになっております。ザ・ストリートスタイルなんじゃないかなっていうことで、ナインティーズライクなファッションになったかなと思います。はい、次のコーディネートに着替えてきました。こちらのコーディネートはね、ちょっと綺麗め要素も少し足したようなミックスコーデかなって思います。まず上がね、すいません、またこれをコロンビアのナイロンジャケットになっております。今コロンビアね激推し中なんで、たくさん入荷したんですよ。コロンビアのナイロンジャケットに、中に着てるのがラルフローレンのチェックシャツで、パンツがこれ焦げ茶のフレアのスラックスでございます。そうだから、このシャツとスラックスだけのコーディネートで見たら結構綺麗め系かなってね思うようなコーディネートだと思うんですけど、ここにねあえてラフなこのカジュアル系ナイロンジャケットを羽織ることによって、まあミックスしたね中和コーディネートになるのかなと思います。ポイントとしては、革靴じゃなくてスニーカーで外してあげる、そう革靴にしてあげるともう結構綺麗が勝っちゃって、なんかこのナイロンが浮いちゃうかなっていう感じもするので、やっぱスニーカーとかで外してあげることでバランスは取れるのかなって思います。あと色味に関してもね、僕がよくやるこのトップスとパンツの色味を合わせる、このベージュと焦げ茶のスラックスっていうことで、ここのねインナーとパンツの色味がまずね統一されたので、アウターが色決めやすいです。茶色に合うアウターはたくさんあるので、今回はねこの緑をベースとしたナイロンジャケットを選びました。はい、次のコーディネートに着替えてきました。こちらはねグリーンのデザインナイロンジャケットです。これ裏地がねネイビーでできてるんで、この襟的な部分が緑とね配色がこう異なっていて、可愛らしいねデザインにまずなっております。で中にブラックのプリントスウェットに、パンツが80年代ディッキーズのコージュロイワークパンツに履き替えてきました。ワントーンコーディネート系にしてるんですけども、グリーンのナイロンジャケットにパンツのねこのコージュロイパンツが、これもね薄いカーキ色になっていますので、まずここで統一感を出してみました。でインナーがこのブラックのねプリントセット、これオリンピック仕様の USA って書いてある可愛いブラックセットになっております。一層前閉めてあげちゃって、インナーねなしにして着てあげても可愛いのかなって思いました。完全ワントーンコーディネートなのかなっていうね感じですよね。このナイロンジャケットはナイロンの中でもこうやってツヤ感があるタイプで、すごいねスポーティーな雰囲気になっております。どうでしょうかね、こうテカテカした感じ、マットな質感ではないので、そういったとこもねよりこうストリートファッションっぽいというか、ザ90年代っぽい感じになるのかなっていう気がします。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はナイロンジャケットを使ったコーディネート紹介やってみました。まあいろんなねデザインのナイロン紹介できたかなということで、色味のね配色を皆さん参考にしていただけたらなって思います。やっぱナイロンジャケットっていろんなねカラーバリエーション、まあ、カラフルなものもあったり、派手なねワントーンのアイテムがあったりとかね、要はこうシンプルというよりかは少しポップな要素が強いので、色味の組み合わせがね迷う方たくさんいらっしゃると思います。なので今回はね皆さんにそれの組み合わせの仕方だったりね、まあこの色はこの色が合うんだとかってね、そういう参考になっていただけたらなと思っております。冒頭で説明した通り、今回使ったアイテムっていうのは全てオンラインショップにて掲載しておりますので、もしね気になったアイテムがございましたら概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらご覧いただけたらなと思います。そしてこの水晶東京 VIP 店のインスタグラムも良ければチェックよろしくお願いします。この YouTube チャンネルやったりオンラインショップに掲載してるアイテムっていうのは全てこの水晶東京 VIP 店 VIP 店の商品でもございますので、少しでもね少しでもうちのお店の服がね好きだなと思った方はね、よかったらインスタグラム覗いていただいたりとか、実際ね来ていただけたらねとても嬉しいです。そして私トールの SNS もよろしくお願いします。インスタグラムのストーリーを使ってお店の情報だったり、オンラインの掲載情報だったり、 YouTube の更新だったりね、おすすめ商品だったり、いろんなねお店のことを、ストーリーに行って紹介していますので、そちらもよろしくお願いします。フリーランスでね僕カメラマンもやってるんですけど、そちらの投稿もねよかったらね見ていただけたら嬉しいです。ということでこの動画少しでも参考になれば、評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!